直結軌道の例。縦枕木を用いるものや、枕木を介さずに、銅床コンクリートに直接レールを締結する方式もある。直結軌道は鉄道の線路に用いられる軌道構造。旧来のバラストに代わりコンクリート製の銅床を用いており、保守作業が少ない省力化軌道の一つである。コンクリート銅床軌道とも呼ばれており、長大トンネル、高架橋、 地下鉄などに採用されている。鉄道の線路には、レール、枕木をバラストを用いた道場により支えるバラスト軌道が旧来から用いられてきた。バラスト軌道は軌道に適度な弾性を与え、地盤が沈下した時に補正が行いやすい利点を有している。その一方で、走行する車両の振動により、バラストが摩耗して空撃が徐々に埋まり、 同章の見かけ上の体積が減少する。これは軌道の沈下、すなわち軌道ぐるいを生じやすいことを意味する。したがってバラスト軌道は定期的に軌道ぐるいを調整したり、過度に摩耗したバラストは交換を要するなど、その維持のためには保守作業が必要という欠点がある。この定期的な保守作業を軽減するため、省力化軌道として開発されたのが、 直結軌道である。直結軌道は道床にバラストを用いず、コンクリート端膜ラギをコンクリート製の道床に固定して、その上にレールを付設する構造となっている。コンクリート道床は交体であり、バラスト床によるバラストの定期的な保守を必要としないため、軌道ぐいはほとんどなく、保線作業による保守はほとんど不要であり、コストを抑制することができる。 直結軌道を適用するためには強固な地盤が必要である。地盤が柔らかい箇所、教授変化により沈下を起こす、森土区間などでは地盤の沈下により銅床そのものが沈下を起こしやすい。このような箇所では調整のできないコンクリート銅床は適しておらず、バラストの調整により軌道の高さを調整しやすいバラスト軌道の方が適している。地盤が強固な区間として、 直結軌道が用いられるのは、主に町大トンネルや地下鉄などである。町大トンネルは、山岳の深いところを通ることから地盤が一般に強固であるほか、補選に関する作業環境も劣ることから、省力化軌道である直結軌道が適している。また、地下鉄は一般に、鉄筋コンクリート製の箱型トンネルを用いており、強固な箱型トンネル底板状に軌道が設けられる。 ため直結軌道の採用に適してており地下鉄では基本構造ともなっている一方、コンクリート製の床板を有する高架橋区間でも適用は可能であるが、在来線などの一般路線での直結軌道の採用事例は比較的少なく、一般にスラブ軌道や騒音の低減効果の大きい断性枕木、直結軌道が用いられる。 保守作業を省力化することが主たる目的となっている直結軌道には以下のような欠点がある。旧来のバラスト軌道では銅床のバラストが一定の消音効果を有している。これに対し直結軌道では銅床がコンクリートであることからその反響により騒音が大きい。またバラストが適度な弾性を有しているのに対しコンクリート製銅床は硬い状体であるため 男性がほとんどなく、列車の走行による振動を抑える効果が低いため、レール継ぎ目の損傷が発生する問題があったが、レールを新たに開発された男性締結装置を介して、コンクリート端枕木に固定する方法や、ロングレール化することで、この問題は解消されている。また、振動を吸収できないことから、レールの表面が、波状に異常摩耗を起こし、乗り心地、騒音、 振動をさらに悪化させることがある。さらに、軌道構造をコンクリートで固めてしまうため、大規模な事故による軌道構造の損傷の発生時はもとより、通常使用による軌道ぐるいが生じた場合ですら容易な修正は困難で修復、修正には大規模な工事が必要となる。コンクリート道床の建設費がバラスト道床の約5倍であり、バラスト軌道から 直結軌道への改築の際には、数十日間の運転休止を余儀なくされるため、在来線などの一般路線での採用が難しい問題がある。その後、これらの欠点を改良した、男性枕木直結軌道が開発され、都市内の高架橋などを振動、騒音に対して配慮が必要な箇所にも用いられている。阪神本線住吉駅や近鉄山田線宇治。 山田駅構内などに適用例がある。ありがとうございます。